私たちの体内には汚いと思われるものが本当にいろいろあります。汗をかいたり、目やにが出たり、うみが出たり、消化されていたり、消化できない食べ物が腸を通っていったり、それに人間の体内には細胞よりも微生物の方が多く住んでいるのです。ご存知でしたか？後にそれにも触れますが、まずはあなたのまつげの上でただいま交尾の真っ最中のダニのことからお話ししましょう。まつげに住むダニ。そう、あなたのまつげにはダニが住み着いているかもしれないのです。年をとっていてオイリー肌の方は特にダニがいる可能性が高いのです。実際に60歳以上の 80% 以上の人のまつげにこのニキビダニがいると言われています。このニキビダニはもともと顔に住んでいるダニです。肉眼で見ることがあるとすれば、まつげの根元や毛包部分にいるのが確認できるでしょう。1本のまつげに25匹ほどのダニを見つけることだってあります。そんなにたくさんのダニがいるなんてと心配してしまうでしょうが、ほとんどのニキビダニは害がなく、敏感肌の人にアレルギー反応が出るだけのようです。耳垢。世界中の人々が何百億円という莫大なお金を耳掃除グッズに費やしています。さらに耳垢取りに耳鼻科へ通う人もたくさんいるそうです。耳の構造からすると耳垢は自然と出てくるようになっているので、そんなにお金と手間をかける必要がないはずなのですが、そもそも耳垢とは外耳道の中の分泌腺から排出される油っぽくてベトッとしたもので、耳の中を守るために作られます。耳の中に入ってこようとするホコリや虫などの異物を阻止する役割があり、耳の中を適度に潤す役割もあるのです。耳の奥にある外耳道の不快感から守ったり、抗生物質のような働きもします。粘液祭り。鼻くそ、鼻水、痰、いろんな呼び方がありますが、これらの粘液は体にとっても良い存在なのです。粘液は伸びのあるねっとりとした液体で、鼻や口、鼻腔、喉、肺、胃腸にある器官などの中の部分に膜を覆っています。風邪をひいた時にしか鼻水なんて出ないと思いがちですが、実は鼻水や痰はいつもそこにあるのです。人は毎日1、2リットルの粘液を作ると言われています。粘液は潤滑剤の役割をしているので、体内にこれがないと細胞が乾燥しきってしまいます。ねっとりしているのでゴミ取りの役割もします。私たちが呼吸をするたびに入ってくるばい菌、ほこり、砂、煙などが体内に侵入してくるのを防いでいるのです。細菌、微生物。健康的な人間の体というのは、私たちが思っているほど人間らしくはないのかもしれません。大人の体には人間の細胞の実に10倍以上の微生物が住んでいるのです。その数なんと100兆個。あなたの体内のあらゆる部分、割れ目、裂け目、とにかく全身にこの微生物たちが住んでいます。この 1% 以下の微生物が人間の病気の原因になり、他の 99% は人間の体だけでは対応できないものを助ける、いわゆる良い菌なのです。例えばヨーグルトで摂取できる乳酸菌は食べ物の消化を助け、その 1% の病原菌たちと戦ってくれます。体にたまったガス。誰だっておならやゲップをしますよね。しない人なんて絶対にいません。ご飯を食べれば私たちの消化器官にいるバクテリアが食べ物を分解し、その時に出るガスが体の中にたまります。平均すると人間は1日14回から
23回ほどおならをしているはずです。そうすると1時間に1回はおならかゲップをしている計算になります。このガスには酸素、窒素、時にはメタンガス、硫黄も含まれていることもあります。硫黄はおならにだけですが、食べ物によってはガスが出やすくなるものもあります。繊維質を多く含んだもの、砂糖を多く含んだもの、豆とブロッコリーが特にガスが出ると言われています。小麦や乳製品、あるいはそれを含んだ食品を食べるとお腹が張ったりゲップが出たり、おならが出やすくなる人もいますが、それは体がきちんと食べ物を消化できていない証拠です。ほとんどの場合、ゲップやおならはただ飲み込んだ空気が原因のようです。嘔吐物。胃というものはおよそ3リットルの食べ物と飲み物を保てるようになっています。3リットル以上を胃の中に入れようとすると限界だと自分でわかります。ある研究では、私たちの胃は3リットル以上保つことができるとも言われていますが、5リットルでも胃の中に入ればいきなり破裂することもあるようです。食事中、私たちの胃腸たちがこれ以上は無理と判断すると、その入り口を閉めてしまいます。そうなるとそのまま腸に下っていくのではなく、上へ戻そうとするのです。時にはそれが無理やりになるので嘔吐します。実は嘔吐とは、脳にある嘔吐センサーが指示しており、食べ物が変だったり、妊娠だったり、薬の副作用だったり、体の中の様々なことが原因でこの指示を出します。もし嘔吐しなかったりできなかったりしたら、あなたの体は胃腸の中でこの不快な異物を処理しなければなりません。胃壁から漏れて体内に未消化の食べ物がにじみ出てしまうことだってあるのです。そう考えると嘔吐することはそんなに悪いことではありません。脳腺、臭い玉。臭い玉、脳腺とも言われるこの物体は、昨日のお持ち帰りメニューの食べかすではないんです。あらゆるバクテリアの混合物、死んだ細胞、扁桃にあるポケットにたまった粘液などが合わさって固まったものなのです。もしあなたが慢性扁桃炎や扁桃腺の腫れに悩んでいたら、扁桃結石、いわゆる臭い玉がある可能性が高いのです。口がよく乾燥するような人も要注意です。症状が全く出ない人もいますが、大体の人はこの脳腺が硬くなってくると、喉の痛みや扁桃腺の腫れ、耳の痛みなどが現れます。あなたの口の中にいる微生物はこの固まった脳腺を食べるのが好きなので、それが臭い口臭の原因となるのはよく知られています。綿棒や消毒用うがい薬やマウスウォッシュなどで一時自分で取り除くこともできますが、これを治す唯一の方法は扁桃を切除するしかないのです。排泄物とその他もろもろ。たくさん食べてたくさん飲めば、それはそれはたくさんのうんちが出ますよね。食事をしたり飲み物を飲むと、私たちの体はほんの数時間ほどで必要な栄養素とビタミンだけを抽出して、他の残りを排出するようにできています。腸は小腸と大腸、そして大腸から肛門につながる直腸でできています。私たちの小腸はおよそ長さ6メートル、直径3センチの管で、大腸はさらに私たちが思っているより長いかもしれません。大腸は 1.5 メートルほどの長さで、直径は8センチほど。全部の腸を合わせると庭で使うホースほどの長さで、そのホースの中には老廃物がたっぷり詰まっているようなイメージです。そこには消化されなかった食べ物だけがあるのではなく、さまざまな粘液や微生物、死んだ細胞なども混ざり合っているので、排泄物の色が茶色になるというわけです。通常の腸の働きは
ほとんど水の場合が多いですが、一般的に人は1日 100g から 200g の排泄物を出します。鉄板さえも溶かす胃液。消化器官の中で特に胃液は食べたものを消化するのに非常に重要な役割を果たしています。胃の中で水素と塩素が混ざると塩酸になります。そうなんです、あの肥料や染料などに使用するものと同じ塩酸です。この塩酸が消化という働きをしているのです。私たちの胃の中のこの酸が鉄をも溶かす力があるのに、なぜ胃自体が溶けないのでしょうか。それは粘液のおかげです。この粘液が胃の中をコーティングしてくれているので、食べ物などと一緒に溶けてしまうのを防いでいるのです。